ューフレンド仮君と過ごす夏休み婚活偏差値39の男がお送りするガールフレンド仮。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。じゃあ今日も桜井さんに会うために元気に投稿しましょう。まあイベントをこなしましたからね。じゃあこれと学園チェックからしますか。椎名さんがいて、朝比奈さんとかもうイベント消えてるな。どうすればいいんだこれは。桜井さんでいいか。まあ基本っすね。あ、おはよう。おはようございます。今日は特に予定がないから お話は変わらないな。外これだけ暑いと。メイドカフェがある街ってどこなんだろうな。ここはそれは体に良くないからね。メイドカフェ自体があるのってそう多くはないっすよね。君もそうなの？まあ秋葉とかは結構ありますけど。気が合うね。でもそこまで頻繁な電気街ってわけでもないしな、見た感じ。君はタオルとお水はちゃんと持ってる？ここのメイドカフェやっていけんのかな。水はこまめに飲まないと。人が全然いないけど。熱中症で倒れちゃったら大変だよ。ちっちゃいペットボトルでもいいからカバンに入れておいた方がいいよ。あ、引き止めちゃってごめんね。それじゃあまたね。お互いいい夏休みを。収穫はなかったな。じゃあシーナさんのところに行きますかと。こんにちは。朝はまだ涼しかったのにお昼になって。いやこれも一緒だな。暑くなってきました、ね、通常の会話。朝のことはわからないんですか。あれ俺って朝の体操行ってるんじゃないの。ないや朝の体操行ってるよまあ君には黙ってるけどね。早起きする理由がないと朝の体操行って深呼吸だけするっていう。まあ目的はね、桜井さんだから。新体操の練習があるので夏休み中も早起きすることがありますけど、あなたが夏休みに早起きするために。いやもう早起きはねしてますよ。と言ってもあなたは帰宅部でしたよね。あ、そういえば桜井さんがこの夏休みの間朝の体操に参加されていると話していましたね。これ何回話してんだろうね、桜井さん。そう、子供たち。太った男の子がね、いるんだよ。俺はそこまで知っている。参加されてみてはいかがですか？あ、そうか、なるほど。まさか深呼吸だけ参加してるなんて言えないもんね。この後、母に用事を頼まれているんです。はい。もう少し早く起きないといけないから。楽しい夏休みを過ごしてくださいね。今日一日は特に進展もなく8月10日になってしまった。まあそういう日もある。学園はゆうきちゃん。町が桜井さんがいるなえ。ちょっと桜井さんは基本行きましょう。あ、今日はいい天気だね。ほら雲一つない青空。天気の話題が変わってる。これだと一日暑くなる。相変わらず天気の話題で暑いっていう話題だけど。私は駅前の喫茶店に行くつもりなの。前から気になってたんだ。俺も行くよ、一緒に行け。こんな天気だしちょっと贅沢して冷たいものでも食べに行っちゃおうかな。おごるから一緒に行く。何を言ってるつもりかって。夏の冷たいおやつと言ったらやっぱりあれでしょ。アイスコーヒーかな、かき氷かな、焼きとうもろこしかなアホかお前は。もうかき氷一択しかないな基本的にこの選択肢は。かき氷が有名なんだよ。ウィンドウにいっぱい並んでるの。アイスが乗ってたりフルーツが乗ってたり。あ、それは結構豪華なかき氷ですね。こんな大きいのってどんだけの大きさだよ。全然わからん。もしよかったら君も。よし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 、断る理由はない。全然大丈夫だよ。初めてのお店だから一人じゃ不安だったんだ。桜井さんはあれっすね、じゃあ行こう。一人でお店に入るのをためらう人っすね。考えておかないとね。女性で言うと多分その牛丼屋に一人で入れるか入れないかって入れないタイプっすね。頭キーンってなっちゃったよ。俺かき氷食べてさ頭がキーンとなったことないんすよね。これがよくわからないっていう。頭キーンってするのがかき氷を食べた時の醍醐味って感じだよね。なるほど、これが醍醐味なのか。じゃあ俺は醍醐味を味わったことがないんだな。
いやだからキーンってなったことないんだってば。かき氷の醍醐味が襲ってきてるね。たっぷり味わわないと。いや結構かき氷とか食ったりするんですよ。でもこの頭が痛くなるっていうね感覚がよくわかんないんですよね。かき氷パワーで暑い午後も乗り切れそうかな。ああこれね一緒に午後も行動すればいいのの。まったく。そうだな、じゃあちょっと村上先輩のところに行きますか今回は。どうもこんにちは。これはまた、そうですね、そうですね、いつもの会話ですね。天気予報によると今日は猛暑日らしいので、うん、だから俺はさっきかき氷を食べてきたよ。ですから今日は図書館に行こうと思っているんです。図書館の椅子に、駅名が書いてあるじゃん。新ゆい、なんだこれ、なんとかが丘駅、謎の地名だ。あなたは本が好きですか？どうして急にそんな質問をするのかですか？このショップも誰も人がいないな。そもそも空いてる感じもしないしな。口下手だから他に話題を思い、誰も駅を利用していない。ここ実は寂しい街だな。私そろそろ行かないと。あなたも素敵な一日を過ごしてくださいね。うん、今日も一日が終わってしまった。お、なんだ、電話がかかってきた。おお、桜井さん。桜井ですけど、今大丈夫？あ、大丈夫だよ。あのね、これから一緒に遊びに行かない？おお、いいね、いいね。てか女の子から誘ってくれるのってすごいよな。超羨ましい。電車でね。しかも遊園地。当日に？私だけじゃないよ。あ、椎名さんとともちゃんも一緒って、ともちゃんって誰だっけ？なんか名前は聞いたことあるけど忘れちゃった。もうちょっと誰か呼べないかなって話に。だいたいさ、女の子が3人集まってさ、じゃあ誰か呼ぼうってなった時にさ、なんで俺が呼ばれんの？君の顔が浮かんだ。明らかに人選ミスだろ。まあそれはいいよ、呼んでくれるには。全然嬉しいよ。いや無理にでも行きます。来てくれるの？よかった。しかも1時間後に駅って結構急だな。いや大丈夫だよ、基本男性は着替えて財布持って携帯持てば終わりだから、準備することはないから。オーケーオーケー。しかも遊園地、久しぶり。この遊園地にも人がいないな。大丈夫か、夏休みなのに。そうかもね、遊園地にいるってだけでウキウキしてきちゃう。これって遊園地の魔法なのかな。その気持ち私もわかります。カラフルな看板や建物がとても楽しげですよね。お客さんもみんな笑顔だしね。あ、こいつか、ともちゃんって放送部の人だ。すまん、お前の存在忘れていた。それじゃあまずは何に乗りに行こうか。私派手なのがいいな。あ、こいつ結構ジェットコースター好きそうっすよね。だいたい女性になると、まあ、ジェットコースター乗れないっていう人もいるし、まあもちろん得意っていう人もいますけどね。じゃあ最初は、ちなみに自分はまあ普通ですね。別に得意でもないし乗れないってことでもないんで。よし、出発。みんなで空飛ぶ海賊になろう。空飛ぶ海賊ってなんだ、それって海賊なのか。ちなみに空賊っていうあのジャンルはありますからね、ちゃんと。完全に楽しんでんな。ともちゃんはジェットコースター行ける派ですね、完全に。ぐるんぐるんだったね。目が回っちゃったよ。あんなに激しい乗り物だとは思いませんでしたね。びっくりしてしまいました。私は楽しかったな。うん、ほらほら、満点だったし大満足だよ。そうだね、私も乗ってよかったと。あれ、何見てるの？いや何見てんだ俺。え、チラシが貼ってある。ゴーカート大会。ああ、ゴーカート大会ね。そういえばゴーカートに乗れるサーキット場があると案内図に載っていましたね。大会で優勝したら景品がもらえるらしいよ。面白そうだね。
私このレース出場してもいいかな。出るのか。てかさ、このメンツだったら普通男の俺が出るだろう。応援しますから。まあ、本人が出たいって言うんだったら別にいいけどね。お、ペアか。ここで俺が選ばれるわけか。なるほどなるほど。本当だ。じゃあ私の助手席お願いできるかな。別に助手席はさ、お願いしてもいいけど、助手席で何をすんの俺は。それじゃあやることなくね。なんかナビゲートでもすんの。お、なんか動いてる。近くで見ると結構スピードがあるんだね。ちょっとドキドキしてる。お、すげえすげえ、リアルになってる。でも大丈夫だよね。君と一緒だもん。二人で絶対優勝しようね。いえ、無理だよ。優勝は無理だよ。任せろ。ちょっと怖くなってきた。いや、優勝普通に考えて無理だよ。でも、ね、絶対これ任せろなんだよ。でも普通に考えて優勝無理だよ。そんな弱気な発言はダメだよ。それじゃ勝てるものも勝てないってば。絶対優勝するぞって気持ちでいかなきゃ。まあ、気持ちだけはね。もう気持ちで負けちゃダメだよね。確かに私たちの番だね。ハンドルは私が握ってもいい？いや、桜さんアグレッシブだな。別にいいけどね。まあ、隣からアドバイスお願いね。よし、それじゃあ行きますか。てか左上にハートがあるから多分これが上がっていくんだな。あ、ごめん、太もも当たっちゃってるよね。うわ、羨ましい。でも、もうこっちには詰められない。いいよいいよ、全然いいよ。あ、レース始まる。精神集中、精神集中。まずロケットスタートを決めよう。私はレーサー。お前どういう暗示かけてるんだよ。2つ目のね、ピーンってなった瞬間にアクセルボタンを押すとロケットスタートができます。それでいいんだっけ、ロケットスタートのやり方。あ、失敗したか。そう、ロケットスタートをね、失敗するとね、ボボボボボってなってスタートが出遅れるんすよ。いや、これもうマジ無理だな。優勝できねえわ。え、ぶつかって大丈夫なの？事故じゃないの？頑張ってください、桜井さん。いや、もうこれダメだ。もうダメ、私の運転じゃ追いつかないよ。お願い、運転変わって。え、そういうのありなの？危なくねえか。でも助手席からハンドル握って。あ、なんだ、助手席から。助手席からハンドル握んの？完全に交代するのかと思ってたら。そう、チャンスチャンス。え、ああ、狭くてごめんね。運転しづらいよね。いや、当たり前だろそんなの。そうじゃない、さっきから当たってるって。何が？なんて羨ましいやつなんだ。トップが見えてきたよ。これはいけるかも。なんで？終わった。やったね、優勝だったよ。いやいや、嘘でしょ。あの状況からどうして優勝ができるの？いや、確かにハンドルを握ったのは俺だけど、アクセルとブレーキはだって桜井さんじゃできないっしょ。いや、これは愛の力だ。それならもっと楽勝だったろうね。いや、二人で力を合わせた結果だよ。運転が下手なら最初に言ってほしかったよ。運転が下手かどうかなんてさ、別に免許持ってるわけじゃないんだから分かんないっしょ。これは二人の愛の力だ。お、増えたハートが。嬉しいな。足を引っ張っちゃったかなって思ってたから。いや、足引っ張ったよ実際。二人で力を合わせた優勝だと思うともっと嬉しく思えちゃうね。ん？あ、そっか、優勝したら景品がもらえるんだって。あ、優勝の景品ね。いっぱいあるな。この中から選ぶってなると迷っちゃう。あ、君が選んでいいよ。最後頑張ってくれたし、ね、そうだね。なんか旅行券みたいなのないのかね。で、二人で旅行に行こう。てかさ、ゴーカートの優勝経費でなんでイヤリングがあるんだ。自分が欲しいのを選んでいいんだよ。
いやでもイヤリング欲しいんだったら俺はイヤリング選びますよ。プレゼントして。うんうん。お、なんか変わった。ありがとね。実はさっき見たとき、かわいいなって思ってたんだ。あ、その視線に気づいてたの？君には、やるね、俺。その考えがバレちゃうんだね。そういうところにね、気づけるっていうのはさすがっすね。君からのプレゼント、いただいちゃおうかな。え、つけてくれるの？ありがとう。イヤリングのつけ方なんて知らんぞ、俺。彼女の耳にイヤリングをつけてあげよう。なんだ？あ、これでタッチしろってことね。ここでしょ？だって。ありがとう。反対側。反対側の耳見えないんだけど。こっち向いてくんねえかな。背面タッチで、茜の反対側の耳にイヤリングをつけてあげよう。背面タッチ？頭の方になっちゃって。え？絶対今場所ちげえだろ。照れちゃうな。あ、桜井さん、優勝おめでとうございます。いや俺のおかげだけどね。最後のデッドヒートは興奮しちゃったよ。あれは茜ちゃんに実況してほしかったな。やってる側はそれどころじゃなかったよ。それでこの後はどうしようか。閉園までにあと一つくらい乗れると思う。え、だってまだ夕方でしょ。閉園早くねえか。乗りたいのないの？あ、これはね、観覧車。最後は観覧車。ミラーワールド。何ミラーワールドって。実は最初から気になっていまして。あ、それ私も行きたいな。何ミラーワールドになりそうだな。迷路を歩くやつだよね。君は乗りたいのないの？いや、だから観覧車だって。行った方がいいよ。え、観覧車？お、さすが俺。確かに。足が疲れちゃったもんね。ゆっくり乗れるなら私もそっちの方がいいかな。あ、じゃあちょうどいいじゃん。 2-2 で別れようよ。そうですか。意見が分かれてしまいましたね。君たちはそのミラーワールドっていうなんかよくわかんないとこ行って、俺たちは観覧車に行く。それで全然いいじゃん。私とシーナさんは、おお、さすがともちゃん、わかってるね。2人は観覧車に乗ってきたらどうかな。じゃあそうさせてもらいます。じゃあどうしようか。お互いに行ってきて後で合流ってことで。じゃあ行こう。お、またこのイベントだ。夕日が綺麗だよ。観覧車乗って正解だったね。今日は急に呼び出したのに来てくれて、まあ確かにめっちゃ急だったよな。当日遊園地行こうってそうそうないぞ。楽しかったよ。特にゴーカートはすごかったな。まさか優勝できるなんて。いや俺だって優勝できるなんて思ってなかったよ。あの状況からどんだけレベルの低いやつらだったんだよ。楽しい思い出がいっぱいできちゃった。あ、こっちの景色綺麗だよ。ほら、一緒に見ようよ。そうだな、このタイミングで隣に移れ。移らないか。お、終わった。っていうかこれで終わりか。はい、というところで桜井さんからの突然の遊園地お誘いデート、終わったところになりますので、今回はこれで終了します。